見ただけで旅気分大人の遠足、ご覧いただきましてありがとうございます。本日は福島県会津芦ノ牧温泉丸峰別館川根、会津芦ノ牧温泉は渓谷美と湯量豊富な天然温泉が自慢の地。こちらは無料の足湯、千数百年の歴史を持つ芦ノ牧温泉。その昔行き着くのが困難だったため幻の温泉地と言われていたそう。こちらは丸峰庵、丸峰別館川根に到着です。このチャンネルでは2名2食付き露天付き客室で5万円前後の宿をご紹介しています。実際に訪れて詳細レビューをしていますので、今後の旅にお役立ていただけると嬉しいです。丸峰さんは本館、別館、離れととても大きな旅館です。ピンクのシャンデリアは豪華さと可愛らしさを併せ持った印象です。とても広いロビー、コロナ前はたくさんの人がこの場所を訪れていたのだろうと伺えます。こちらはセルフドリンクコーナー、そしてこちらは先ほどの丸峰庵さんの温泉まんじゅう、蒸したてをいただけるのはとても嬉しいですね。チェックインを済ませてお部屋に向かいます。この長い廊下の先に和紙で作られた可愛いお人形が飾られています。会津の歴史を和紙のお人形で表現した作品、私はこちらを訪れるたびにこの作品に魅了されてしまいます。会津とは縁もゆかりもないのですが、何かほっとする気持ちになるんです。婚礼の祝い、大名行列、辛い悲劇、お祭りの様子、赤べこが販売されていますね。紅白に分かれて綱を引き合っていますね。こちらは村人の楽しい様子が伝わってきます。そろそろお部屋に移動しましょう。
別館川根。ヒノキのお風呂はお休みです。格子戸を開けてお部屋のドアに向かいます。この音が何とも良い感じです。こちらは和洋室 A のお部屋。風情があります。窓からは渓谷美が楽しめます。小上がりにローベッド。枕を多めにしていただきました。ゆっくり眠れそうです。そして掘りごたつ。左手脱衣洗面スペース。何やらケア用品がたくさんあります。ドライヤー、ポーラ社製ケア用品、優れものの化粧品のご紹介。 DHC のハンドソープ。バスタオル。刺繍入りのフェイスタオル。ビニールの小物入れ。大きなタオル掛け。DHC ソープ類。自宅でも使用したい良い香りです。そして何よりの癒しの場、露天風呂。大きいヒノキの露天風呂です。美しい大自然の中で温泉に浸かれるのは最高ですね。桜がいっぱいの窓の予定だったのですが、去年より遅れています。とっても残念です。桜の時期はこんな感じです。緑いっぱいの大自然が楽しめる時期、秋の色鮮やかな美しい紅葉の時期、季節ごとに楽しめる渓谷美、どの季節も見てみたいと思ってしまいました。さてお部屋に戻りましょう。テレビは大きめです。マッサージ用品、館内案内。長いテーブルの下には冷蔵庫。
空っぽです。こちらはクローゼット、大きめです。金庫、芳香剤、ハンガーたくさんあります。そして羽織、引き出しの中は浴衣2枚ずつ、帯、旅靴下、ポット、茶ダンス、コーヒー、お茶セット。ここが桜でいっぱいだったら涙ものの美しさでした。つぼみは膨らんでいるけれど、残念だけど今年は縁がなかったようです。丸峰さんからのご紹介。入り口付近に戻って、お部屋と反対側の扉はトイレ。リノベーションした雰囲気です。さて、こちらも気になるところ、大浴場に行ってみましょう。竹の灯籠が出迎えています。大型旅館だけあって、脱衣場がとても広いんです。こちらは内湯、こちらは露天風呂。夜の露天風呂の様子です。こちらは休業中のヒノキ風呂。昔ながらの卓球も楽しめます。脱水にならないようにお茶とお水、水分補給も無料です。お楽しみ、夕食の時間です。丸峰さんの食材は地元の契約農家さんから仕入れたもの。こだわりの食材で作るお料理、とても楽しみです。はちみつ牛の美味しい食べ方、肉がメインでね、こちらのお料理おすすめしております。桜えびと青菜びたし、薄い豆、豆腐、うどの木の芽あえ、お肉がメインということで、今回は赤ワインから。お酒のメニューを見てみましょう。こちらは別注お料理。お造りは御殿盛りでございます。種類はマグロ、イカ、赤貝、鳥貝、貝になっております。浜国新城のワンマンでございます。お椀を開けると出汁の香りが広がります。どれも新鮮で、イカはとろっとした食感です。サワラの菜種焼きでございます。卵を菜の花に見立てて春を感じます。
天ぷらまんじゅうでございます。天ぷらってご存知でしょうか。これ田舎の言葉なんですけど、はい、会津地方では天ぷらをじゃがいもと申します。はい、中に豚の角煮入ってございますので、美味しいですので召し上がってください。じゃがいものおまんじゅうと角煮、味に付く焼肉になっておりますね。こちら桜塩とわさびで召し上がってください。こちら塩が入っております。アワビとエビでございます。気をつけてまいります。ひるまえびと蒸しアワビ、梅酢ジュレでいただきましょう。はちみつ牛の豆板焼き、しいたけパプリカ、伸びるトマト、柔らかくて甘い油の美味しいお肉でした。お味噌汁は合わせ味噌でございます。はい、足っこです。合わせ味噌のお味噌汁、香のもの、桜の苗字とほうじ茶プリン、春を感じるデザートです。チョコレートです。あと生クリームでございますね。ごちそうさまでした。お部屋に戻って客室の露天風呂に浸かります。好きな時間に好きなだけ、贅沢な時間です。温泉、心まで温まるんです。おやすみなさい。おはようございます。朝温泉、嬉しい時間です。朝食の時間です。朝のお食事どころはカワセミ。何度も訪れていますが、初めての定食です。丸峰さんの朝食といえば、会津塗りのお茶碗がたくさん並んだ珍しい朝食。ところが、朝食が楽しみなリピーターが多いはずですが、この時点でこだわりのヨーグルトも牛乳も、1個100円以上の卵も、霞んでしか見えませんでした。がっかりが止まりませんでした。会津塗りのお椀で名残を感じます。おふ、おひたし、煮物、サラダ、会津郷土料理こず湯、お漬物、そしてこちらでは目玉焼き、メイプルサーモン、自然に近い環境で育てられた鶏の卵、高糖もみじ、ごちそうさまでした。1階のお土産屋さんに行ってみます。こちらも広くて何でも揃いそうです。チェックアウトは11時。お部屋に戻って最後の温泉を楽しみましょう。
満開の桜と渓谷美のコラボレーション、楽しみたかったです。渓谷美と桜、来年までのお預けです。会津芦ノ牧温泉、いかがでしたでしょうか。また紅葉の時期に訪れたいです。お世話になりました。今回の旅は2名2食付き露天付き客室 48,807円の旅でした。とても大好きな和紙のお人形ともお別れです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。